チャオ、あっちゃんです。今日3月の5日、あっちゃん家の晩ご飯の後のデザートタイムは、明治のフラン、ダブルショコラ、ホイップショコラと届ける深みカカオ、食べたいと思います。明治フラン、さっくりココアビスケット、カカオ際立つ滑らかショコラ、ふんわりホイップショコラ、ふんわりとろけるホイップショコラと、カカオの風味さえる滑らかショコラです。サクサクココアビスケットを包み込みました。重なり合う深いカカオの美味しさをどうぞお楽しみくださいって書いてあるけど、一袋あたり、109キロカロリーです。これ食べたいと思います。1袋あたりで 3袋入ってんねや。はい、じゃこれで家族みんなで、はい、はい、こういうとこで、では、食べましょう。オープン。今やことやぶれ、ね、1袋にね3本入ってんの。1箱9本入ってんね。ちょっと太い目のこんな感じ、はい、です。ではいただきます。あー、カカオの香りがすごい、ちょっとビターっぽいね。いただきます。あ、うん、このね、苦味が強くてね、ビターチョコレートで美味しい。チョコの風味がすごい、うん、深みのあるカカオ、うん、ね、中のココアビスケットがまだね美味しい、うん、でもめちゃくちゃ甘いわけでもなく美味しいよ。いい、これ、うん、うん、美味しいです、ね、でカカオがね、ちょっと割って食べよう。なんかこんなんなってんの、んー、ね、結構ムースみたいなふんわりしたチョコレートが入ってる。うん、うん、うん、チョコだけ食べるのも確かに美味しいけど、この一緒にパクって食べる方が、ココアビスケットの風味も入って美味しい。いいです。新製品のコーナーに置いてあったんで買ってみました。うん、はい、それで今日のあっちゃんちの晩ご飯の後のデータタイムは、明治のフランホイップチョコラとろける深みカカオでした。美味しかったです。ではまたね、バイバイ。いや、こういうねデザートタイムもいいなと思ってくれたら高評価を、またね、なっちゃんのデザートタイム見てくれる人はチャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。